そういえばベータ、どうしました？ニューから聞いたんだけど、アルファ様も学園に潜入していたことがあるらしいの。アルファ様も？いつの間に？ミドガル魔剣士学園かは不確かだけど、学生のふりをして過ごしてたことがあるのは確かね。羨ましい。私たちは表の顔がありますから、学園への潜入は不向きなんですよね。くっ、やはりリスクを負ってでも主様との学園生活を。ダメよ。気持ちは痛いほどわかるけど、私たちにしかできない任務があるんだから。はあ、こればかりは仕方ありませんね。学生のアルファ様、一体どんな振る舞いをされていたんでしょう。想像が膨らみます。いつも通りのクールな感じじゃないかしら。こんな感じの。君、かわいいね。今帰るとこ？おい、聞こえてる？俺と遊びに行かない？興味ないわ。でもでも暇してるっしょ。あなたと一緒にしないで。それじゃ。うわ、超クール。でもそこがいいね。みたいな。ああ、確かにアルファ様らしいわ。でもそれだと問題があると思うの。問題って？だってそんなにツンツンしてたらクラスにも馴染めないでしょ。せっかく潜入したのに、どうやって情報を集めるつもり？確かに。アルファ様はいつだって任務に真剣。どんな演技だって完璧にこなされるはず。アルファ様なら、そうね、もっとターゲットの求める理想的な女子を演じるはず。だからここはいつもより明るい感じで。おはよう、トナリ君。ああ、アルファさん。おはよう。急に話しかけてびっくりした。ごめんね、ずいぶん楽しそうに本を読んでいたから気になっちゃって。何を読んでるの？ああ、夏目先生の新刊だよ。へえ、私も夏目先生の作品大好きなの。本当に？じゃあもしかしたらデビュー作も読んでる？ええ、もちろん全部読んだわ。あ、でも最新作は人気すぎて手に入らなかったからまだ読んでなくて。あ、僕それなら持ってるよ。よかったら今度貸そうか。本当にありがとう。全然大丈夫。じゃあ明日持ってくるから。こんな感じかしら。なるほど、納得感があるわ。しれっと自分の作品で盛り上がってるところは気に入らないけど。うん、一言余計じゃない。まあこんな感じでアルファ様がちょっと本気を出せば年頃の男子なんて簡単に。でその後の二人はどうなったの？これは例え話だから。そんなの関係ないわよ。え？一見釣り合わない二人が共通の趣味で盛り上がる王道展開。そこから始まる二人の青春。言い換えるならば、そう、これは青春のプレリュード。この際ベータの小説で盛り上がるところは多めに見てあげるわ。私の考えたストーリーなのに。いいから、その後はどうなるのよ。その後は無駄にハードル上がって難しいわね。もう考えすぎよ。私だったらこんな感じで。おはよう、トナリ君。アルファさん、おはよう。頼まれてた新刊持ってきたよ。ありがとう、待ち遠しかったわ。カバンにちゃんと入れてきて。これ、
どうしたの？もしかして忘れちゃった？ごめん、家に置いてきちゃったみたいで。今から帰って取ってくるから。大丈夫よ、気にしないで。あ、もしよかったら家の前まで取りに行ってもいいよ。そんなに遠くないみたいだし。僕は別にいいけど。じゃあ今日は一緒に帰りましょうか。楽しみね。みたいな。ああ、いい。そこで一緒に下校。こんなの意識しない男子なんていないじゃない。でしょ。それに加えて、実は男子の父親に教団の息がかかっていて、アルファ様はそれに気づき計画的に近づいたとか。そんな、なんという腹黒い展開。ターゲットの脆いところを狙い情報収集をしていたと。全てはアルファ様の計画通りだったというわけね。アルファ様の真の目的は情報収集。教団の壊滅のためなら手段を問わないということなのね。ああ、決して結ばれることのない二人の運命はどうなってしまう。なんだか盛り上がっているわね。アルファ様、本物？本物って何よ。任務が終わって帰還したところよ。お疲れ様でした。ずいぶんと盛り上がっていたわね。私の名前が聞こえたような気がしたけれど、気のせいかしら。え？ああ、気のせいです。下手な嘘をつかないで。ベータ、小説の続きしばらく出せてないんじゃなくて？はい。イプシロン、月一の清掃確認当番はあなたよ。もう終わったのかしら？やってません。おしゃべりはいいけど、やることやってからにしなさい。いい？やっぱりアルファ様はこのキャラだな。何か言ったかしら？なんでもありません。イプシロン、行きましょう。はーい。まったく、仲がいいのはいいことだけど、